召喚に応じ参上いたしました。アーチャーのサーヴァント、聖章ナゴンと申します。すでに筆を置いた我が身ではありますが、この溢れる知識が役立つこともありましょう。間違ってても責任持ちませんが。<laughs> <laughs> えっと、挨拶ってこんなもんでいいかな。これからよろしくね、チャンマス。 あたしちゃん、めっちゃくちゃ暇なんですけど。こういう時は部屋にこもってても仕方ないよ。まずは行動開始楽しいこと探しに行こうぜ戦うの、あんまり好きじゃないんだよね。いや、働きたくのうございますとかじゃなくて、他にやりたいことが多すぎるっつーかさ。あ、一緒に遊んでくれたら、やる気出るかも。 本当に困ってる時は、ちゃんと言いなよ。あたしちゃん、ガチンコのピンチだったら秒で駆けつけっから。まあ、頼りにはならないかもだけど。いや、むしろ頼ってこいそこんとこ、よろしく。いやー、紫式部だよ、紫式部。こんなところで会えるなんて、運命感じない なんか感動的なイベントもあった気がするしこれも親友といっても過言じゃなくなくないえ紫式部日記 <laughs> あれはツンデレって言うんだぞちゃんまスカいいよねお酒部姫日本のサーバントでしかも作家らしいじゃんこんなのもう気が合うに決まってんじゃん うん、でも遊びに行ったら、帰れ帰れって物が飛んでくるんだよね。へっへ恥ずかしがり屋さんめ。鈴鹿パイセンパーナイスわーマジ神っすわーえ本当に神様マジででもほんとすごいの。神もう全然マイク離さないの。次はチャンマスも一緒に行こうよ耐久カラオケ 見て見てちゃいますほらネイルアート名物にやってもらったんだーすっごい文句言ってたけど、なんだかんだ面倒みいよね。あとは恋愛相談に乗ったりして。えあれ、女王様なのマジで子供たちを先導して食堂襲撃、そしておやつ強奪。誰が悪いのかといえば、 まあ、あたしちゃんなんですけど。でも、あの赤い人もそこまで怒らなくてもいいじゃん正座しすぎてあざできたっつーのあれ、絶対生きてた頃は学校の先生かなんかだよ。うん。藤原道長の側近、源氏の棟梁。なーんか、顔合わせると気まずいんだよね。 それに間近で見るととにかく迫力がすげえっつうか何詰まってんだろうなあれさっきさ食堂通りがかったら大江山の鬼が子供と一緒におやつ食べてたんだけどどうなってんのカルディアさっきさお風呂入ってきたら大江山の鬼がお酒飲んでたんだけど どうなってんの、カルディア。今、通路に悪魔いたんだけどあのファッションセンスバラいってあんなのマジリスペクトだってそれどこの店で買ったのって聞いても、企業秘密だって教えてくれなくてさ。でもアメちゃんもらった。あいついい悪魔じゃん。黒ひいて面白いよねー。一見こわもなんだけど、すっごい変なおっさん。 いろんな本持ってるらしいから、部屋に遊びに行きたいーって言ってるんだけど、なんか、全力で拒否られるんだよね。なんでゲオゲオえじゃなくて、ゲオルギウス先生に写真見せてもらったんだけどさ、映えがすごいのもうめっちゃ映えてんの例えるならこう、三ターンくらい何もかも受け止めてくれそうな、懐の広さを感じるよねあたしちゃん、 本気で弟子入りしようかな。あたしちゃんが好きなことえ、それ聞いちゃう話、めっちゃ長くなるけどいい嫌いなものうーん、そりゃあたくさんあるよ。でもね、好きなことばっか考えてたら、そんなのぜーんぶ忘れちゃうんだなはははますマスはどう嫌いなもののことで頭はいっぱいになってない チャンマスは、もし手に入ったら何をお願いするあたしちゃんの望みはね。うん、まあ、叶わなくてもいいや。もし拾ったら、チャンマスにあげるよ。やべえぞ、チャンマスイベントだ何のイベントかっていや知らんけど。でもマジでヤバい奴だって、絶対。ほらほら、早くしないと置いていっちゃうぞー。 レベルアップアドバイス、ブイブイ。イエーイ、テンション上げぽよー。いやっぽよってなんだ。やったー、あたしちゃんのレベル上がりすぎ。どうよ、ちゃんませ かわいいプラスかわいいイコールもっとかわいいの極みはあこんなのも犯罪じゃんかわいすぎざんやでやばいあたしちゃん捕まっちゃうジ <laughs> ゃンまず週に一回面会に来てよねはい買っ 変わってないじゃんえ、変わるのはこの次そういうの早く言ってよグヘヘヘまさかまたこいつを着る日が来ようとは。 いいよいいよ。こいつを引きずって、カルデアの廊下ピッカピカにしてやるもんね。え意外と似合ってるねえへへ、ありがとう。ここまでしてくれたちゃんマスには、見せてあげるね。これが、あたしの宝物たち。 一つ一つに思い出の詰まった私の印きっとこれからも増えていくだろうけど一番大切なものはここにはないのでも今は寂しくないよ一緒にいてくれてありがとうマスター呼び方 聖ナ納言じゃなくて、聖ナ納言ね。実家が清原だから、清の字を取って、あとは役職名の小納言。でも別にあたしちゃんが小納言だったわけじゃなくて、うん。うん、めんどくさ。なぎこさんって呼びな。なんでアーチャーなのかっていや、わからん。あたしちゃんもわからん。蹴鞠は好きだし、別にいいんだけどさ。 ちゃんますも、細かいこと気にしたら負けだぜうははは最近思い出したことがあるんだけどさ、宮廷にいた頃、ザ・文学少女って感じのすっごい綺麗な子を見かけたのね。うーわ、やっべえ、お友達になりてーとか言ってたら、結局それっきり会えなくってさ。いや、ほんと、どこの誰だったのやら。ちゃんますはさ、 すっごい大切なものをなくしたことはあるうん。そっか。それでも頑張ってきたんだね。あたしはダメだな。なんか燃え尽きちゃったっつうか、やり遂げちゃったっつうか、今まさに余生の真っ最中、みたいな。もう二度と筆を取ることはないって、なんとなく思ってるけど。 いつかまた書かずにいられなくなるような、そんな何かと出会えるのかな。ここって楽しいこと多すぎなんだよね。写真にでも残しておかないと少しずつ忘れちゃいそう。でも全部が大事な思い出だもん。一つも取りこぼしたくないな。だって、 私が新しく何かを書き残すとしたらそれはきっとなんつってうはは,は準備はオッケーテンション上げていってみよう張り切っていこうぜん魔しゅうキックオフえホントにあんのどうやなんか来たこれやばくない にっひひーチクラウそれなおっけまるかっこいいとこ見せちゃうプチャヘンジャへっへーシュキシュキ大好きありゃーおうひこぼし、幽筒、やばいぼしそれぐるぐるーっとドルシェー。ー ーリリリリャーここがお前のゴールじゃいヘイアンナイトフィーバーヘイアンビーム春は明けぼの、夏は夜。鍋てこの世は糸をおかし塗りつぶせ、枕の奏司エモーショナルエンジン、フルドライブ秋は夕暮れ。 冬は朝。世界は今日も、糸絵もしときめく最高エモーショナルエンジン、フルドライブキラキラしきもの、ときめくもの。魅はくちるとも、とあにあり !AMQ! エモーショナルエンジン、フルドライブ春は明けぼの。でもめんどくさいあ、そうだ 京都行こうおいでやす京都おこしやす京都ブぶ漬けおいしいやったーいうたたた。たまたまぐっまじ無理なんですけどういったーやばたにニ園。そらたに園。邪魔じゃごめーんはあ 天使様が手振ってる。はーい、みんなお疲れちゃん。これが友情の力だ。え、違う鍋てよわ、糸絵しおっつー、帰りにコンビニ寄ってこ。